一度艦内に入ったらキールさんたちを救出するまで脱出している余裕はない。グロリアスに突入するかい。オッケー、ジョゼット、ちゃんとついてきなさいよ。それはこっちのセリフだよ。敵襲！貴様ら！お前たちの船はまだ修理中なのだろう？どうしてこんなところにいる？あいにく自分の足でここまでたどり着いたのよね。兄貴たちを返してもらうよ。よし、このまま艦内に突入するよ。ジョゼット、ついてきて。これがグロリアスの中。ほう、これは広々とした館内だね。僕の演奏会すら開けそうな感じじゃないか。まあ実際うんざりするほど広いわよ。それに結社の人形兵器があちこちに放たれてるだろうし。あんたたちこの館から脱出したことがあるんだよね。兄貴たちの居場所見当はつく？あ、うん、そうね。私が最初に閉じ込められた船室あたりかもしれないけど。いや、あそこは一応客室だからね。多分監禁用の牢屋に閉じ込められているはずだ。監禁用の牢屋？そんなものまであるんだ。前に脱出した時には見かけた覚えはなかったけど。あの時は脱出防止用の電磁バリアが展開していたから行ける場所が制限されていたんだ。今はまだ電磁バリアが展開されていないみたいだから、ドルンさんたちを助けるチャンスかもしれない。それでその牢屋はどこにあるの？この先の通路に下の階に続く小階段があった。そこを降りれば牢屋のはずだよ。牢屋に降りる小階段ね。よし、まずは調べてみましょう。
가져야지.
戦闘中、先に進もう。ジョゼット、それに小僧じゃねえか。お嬢、どうしてここに。よかった、みんな無事だったんだね。今助けてあげるから待っててよ。助けてあげる。おいヨシア、一体どうなってるんだよ。というかどうしてお前らまでこの浮遊都市に来てやがるんだ。うん、実は そんなことがあったのかよ。あのな、ジョゼット、俺たちはお前を逃がすために体を張って捕まったんだぞ。それなのにお前と来たら。勝手なこと言わないでよ。一人ぼっちになってまで僕は助かりたくなんかない。兄貴たちと一緒に捕まった方がまだマシだったよ。バカ、お前は女だろうが。少しは自分の身の安全を心配しろっての。そんな言い方はずるいよ。だいたいキール兄はいつも都合のいい時だけ僕のことを女扱いしてさ。なんかすっごく仲がいいわね。微笑ましくて結構じゃないか。おいおい、こんなところで兄弟喧嘩始めるんじゃねえよ。たく二人とも、いつまでたってもガキのままだな。ドルンに。でもよ。来ちまったのは仕方がねえ。一緒に脱出するしかねえだろう。それで小僧、どうやって俺たちをここから出す。そうだね、どうやらこのエネルギー障壁は完全にロックされているみたいだ。
プロテクトを外すのは正直難しいかもしれない、うん、なるほどな。そんなそれじゃあ力ずくでこじ開けられない？爆弾か何かを使っちゃうとか。いや、このエネルギー障壁は普通の爆弾じゃ傷一つつかない。かといって強力すぎるものを使ったらキールさんたちが危ないだろうしね。ここは最新のセキュリティカードをどこかから調達するしかなさそうだ。セキュリティカード？それを使えばこの障壁を消せるの？確かあの端末にカードを通せば障壁が解除されるはずだ。僕が前の潜入時に入手したものはもう使えなくなっているはずだから最新のカードが必要だけどね。なるほど。それで最新のカードってどこに置いてあるものなの？前方区画の第2層。前に君が監禁されていた部屋の周辺に保管されているはずだ。そっか。これは早速調べに行く必要がありそうだ。キールニー、トルニー、それからみんな、そういうことだからもうちょっとだけ待っててね。すぐにカードを見つけて戻ってくるから。はあ、仕方ねえな。小僧、それに遊撃士のお嬢ちゃんたち、その跳ね返りが無茶をしないように頼んだぜ。あ、任せて。ま、ちゃんと手綱を握っとくから安心してて。僕なんかよりもはるかに無鉄砲なくせによく言うよね。あ、あんですって？はいはい、そのくらいで。それじゃあ一旦出口付近まで戻ろう。前方区画の第2層に行くには反対側にあるエレベーターを使う必要があるからね。わかった。では行くとしますか。前方区画の第2層、でかすぎて場所の見当もつかねえな。とにかく気をつけて行ってきな。さっきも赤い兵士がここに巡回に来たばかりだ。見つからないよう気をつけろよ。
まだ負けられないんだ。この曲は君たちに捧げるレクイエムさ。そうだけど、はい。酔いしれたか？先に進もう。
Thank you.
この曲は君たちに捧げるレクイエムさ。これは避けられない。それ、おまけだ。僕としたことが。ほら、行くよ。はっ。こんなところで。ダメだよ。
君たちに。休み、子猫ちゃんたち。
この曲は君たちに捧げるレクイエム。そうだけど。そこ。はっ。いや。ちょろいちょろい。私が捕まっていた区画よね。うん、前方区画の第2層だ。両兵たちに作戦を伝えるためのミーティングルームとしても使われている。最新のセキュリティカードはこの辺りに保管されているはずだよ。それじゃあ早速調べてみようよ。はいはい、分かってますって。とりあえず部屋を一つ一つ調べていきましょう。端末に通せば障壁を解除することができるよ。やった、よかった、これでそれでは早速牢屋に戻るとしようか。あれ、このエレベーターって聖堂と機関部に移動するためのエレベーターだ。正門パターンの認証を行うから執行者以上のもの、ここは諦めるしかなさそうだね。そっか。ところで正門パターンって何？人間の声の周波数は一人一人異なっているんだ。それを機械が認識して資格があるかどうかを判別する、そういった仕掛けらしい。なるほど。分かったような、分からないような。しかし本当にすごい技術だね。時にヨシア君、この船や人形兵器というのは一体誰が作ったものなんだい？そうですね、蛇の使徒の一人にノバルティス博士という人がいるんですけど、結社で使われている動力機械はその博士が率いる13工房によって開発されていると聞いたことがあります。13工房。どういう人か知らないけど、その人ラッセル博士よりさらにマッドな感じがするわね。マッドというか、正直得体の知れない人だよ。教授を含めて蛇の使徒は全員そうだけどね。
負けられないんだ。